プカオレプリカスコリア産後の目で最立業界岸のモアイでアフタハイ復元。プカオはイースター島のモアイ像の上に置かれた帽子のような構造物または髪飾りである。それらはすべてプナパオから採石された非常に明るい赤色のスコリアから彫られた。プカオは15世紀から16世紀までは作られておらず、後にモアイの上部に追加された。様々な説があるが、 プカオが作られた理由は不明である。一つは、モアイの上にプカオを置くことは、プカオが彫像を区別するのに役立つという説もある。プカオのあるモアイは、より雄大で重要なものとして示されることを意図しているとされる。プカオは、現在、髪の毛を表すと考えられている。これは、イースター島では、行位の男性が頭頂部に長い髪を団子状にして、 結ぶのが習慣だったためと考えられている。プカオは円筒型で、モアイの頭に合うように下側にへこみがあり、上部に結び目がある。それらは、プカオが前方に突き出るようにモアイに作られている。サイズは、モアイの大きさに比例して変化するが、直径あるは1.8から3.0メートルほどである。プカオの重さは最大10トンで、モアイの上に、 プカオを置くと、彫像の高さは、平均11メートルほどになる。プカオは、モアイの頭の上で、バランスが取れていて、傾斜路を使用して乗せられたと考えられており、建設にはおそらく数人しか必要としない。ザ・プカオ・オブ・プナパウ、イースター・アイランド、www.soutamerica.cl.2016 h 年2月21日閲覧。 AB プナパウプカオクオリイマギナイースターアイランドイマギナイースターアイランド2016年3月1日閲覧イースターアイランドアイランドチリエンサイクロペディアブリタニカ2016年3月3日閲覧ありがとうございます